おはようございます。6月12日あずみモーニング始まります。本日もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、あずりFMと業務提携をしております。私が女優の手塚理恵です。よろしくお願いします。はい、同じく俳優の涼介です。よろしくお願いいたします。お願いします。この鳥越あずりFMは2020年10月10日に突然台東区にできた放送局です。日本一尖った放送局としておよそ10個に及ぶプロレス団体の番組、映画番組など多種多様な番組がたくさんありますので、誰でも一つはお気に入りの番組、推しメンの番組があると思います。鳥越あずりFMはスマートフォンやパソコンなど通信環境があればどこでも視聴可能です。検索エンジンから検索していただくだけで生放送がすぐに見られるローカル放送局です。鳥越あずりFMで検索していただくとこのような画面にたどり着きます。はい、こちらの再生ボタンを押すだけですぐに生放送をご覧いただけます。いただけます。読み込み中ですね。ぐるん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 、読み込み中でございます。電波がいいとこに行くともすぐパン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 って出てきますからね。Wi-Fi があるとことかね、どんどん見立ってください。生放送中のご質問なども受け付けております。こちらっていうボタンがありますね。そちらポチッとしていただくと X に行きますので、ぜひぜひコメントもよろしくお願いいたします。はい。そして YouTube にて2週間後にアーカイブを公開していますので、見逃した場合、もう一度ご覧になりたい場合はいつでもご覧いただけます。ここでアーカイブの視聴の仕方をお伝えさせていただきます。1ヶ月前のこの番組を検索してみましょう。1ヶ月前は5月8日となりますので、5月8日に飛ばせていただきます。こちらね、たくさん出てきますので、その中から5月8日、こちら1ヶ月前ですね。はい、先月の私はどんなだったんでしょうか。私もどんなだったでしょうか。懐かしいですね。ね、すでに懐かしい。はい、過去の番組を楽しめるのが鳥越あずりFMですので、あなたの推しを見つけてください。はい、ここでご存知な方がほとんどいないかもしれませんので、あえて宣伝させてください。鳥越あずりFMはスタッフさん写真出ますか。こちらですね、なんとあの年末年始によくテレビに出てるアメ横のビジョンに鳥越あずりFMが開局当初から告知中です。はい、こちらですね。そしてなんと代々木のビジョンでも鳥越あずりFMの告知が見られるようになりました。広告を出したいという方もあずりFMにてご案内可能ですので、ぜひぜひご連絡よろしくお願いいたします。お願いします。かわいいアスパンちゃんがね、アスパンちゃんが待ってますよ、代々木駅でね。なんだっけ、エボシエボシだね。なんだっけ、この板、板なんだっけ、なんだっけ、なんか思ってます板を持ってますすみません、朝から適当で。はい、はい、この番組は台東区の企業さん、お店さん、お教室、企業などかなり優先的にご紹介する番組となっております。はい、最近は鳥越あずりFMにゆかりのある方でしたら台東区以外でもご紹介いたします。こちら、事前他線問いませんので、 PR したいという方はお電話ください。電話番号の方も出ます。はい、0705563-9773、 0705563-9773。 他に、ホームページ、インスタ、ツイッターからも声かけてくださいね。ゲスト出演していただいた方にはご出演日を記念した記念ポスターもお渡ししております。お店や会社に貼っていただき、ぜひ番組に出演したことをアピールしてください。こちらですね、感謝状という形でゲットしたってください。したってください。したってください。これね、カラーだよ、はい。お金かかってるよ。やだ。お金かかってる。カラーですよ、カラー。白黒じゃないんですから。パンダなのに。アズパンちゃんがね、後ろにね、こう。そうですよ、プリントアウトされてますから。おしゃれですね。かわいいの。あの、棒を持ってね。棒を持ってね。棒ちょっとね、ど忘れしちゃってるよね、お互いね。全然。すいません、もういつもこんなで。はい、続きまして、スタッフ募集です。皆さん、この放送は決して AI や無人操作では放送局などでできません。スタッフさんありきの番組ですので、スタッフを募集しております。私たちと一緒に番組を生放送しませんか。
鳥越あずり FM に加えて終わりあずり FM のスタッフも募集しています。ここでスタッフ募集の動画がありますのでどうぞご覧ください。どんどん日本一尖った放送局、私たちと一緒に番組を作りませんか。はい、楽しみにしています。スタッフ募集に関してのお問い合わせは鳥越あずーり FM、 シャチホコあずーり FM の SNS までご連絡をお願いいたします。お待ちしてます。はい、続きまして、東京の天気予報をお伝えいたします。皆さんもネットなど各自調べていただいているかと思いますので、天気予報のね、情報お伝えできたらなと思います。今からね、天気予報の1週間のね、詳しいもの出ますので少々お待ちください。もうでも今日ね、暑いね。暑い、汗かいて、もう暑いですね。朝からね、もう晴れてたと思うんですけれども、晴れ時々曇りということで、夜の初め頃雨で雷を伴う雨降るんですね。あ、今日雨降るの。今日夜の初め頃雨って書いてますね。夜の初めって何時。夜の初めって俺の中では19時。凌介くんの夜は19時から。夜は19時からで OK 覚えとく。それってリエさんは。ちなみに私の夜は、うん、あ、でもやっぱ19時だね。19時なんですね。あの、子供の頃から6時にちびまる子ちゃんを見て、まだ日曜日が続いてる気がしてたんですよ。ああ、そうなんですね。で、7時から何やってたろう。7時からなんか違うアニメが始まったら、なんか大体キテレツ大百科かな、エンディングを聞いたあたりから、あ、明日学校だって思ってたんで。はい、わかります、この感覚。俺そう、サザエさんとかもそういう感覚。あ、いつもそうか。サザエさん、あれ、まるちゃん、サザエさん、キテレツ大百科、まあ、ちょっと順番あれだけど、まあ、とりあえずね、晴れ時々曇りということで、ずっとね、14日まで続きますので、最高気温がね30度と暑いですので、皆さん水分補給しながらお出かけいただけると、熱中症とかね、気をつけていただけたらなと思います。で、15日からちょっと曇りということで、16日は一時雨。ちょっと週末お天気がね、下り坂というところですかね。で、17日の週明けからまた晴れるということで、まあ、曇り多めの晴れということで、そろそろ梅雨到来ですかね。知ってますか、今ね、8週連続週明けは雨らしいです、はい、あ、そうなんですか。そうです。あら、ちょっと雨多くなってきましたね、まあ、その代わりに、ね、週末が晴れてるってことなんでしょう ね。 あ、そうですね、週明けが雨なので、まあね、折りたたみ傘とかね、持ってお出かけするといいかなと思います。はい、日傘もありますから、はい、兼用の持ち歩くのがいいと思います。そうですね。はい、続きまして台東区の交通状況をお知らせしていきます。はい、はい、一般道路の交通情報です。琴戸通り都道319号線、文京区弥生2丁目付近から365メートル、台東区上野桜木1丁目付近から453メートル、台東区谷中1丁目付近から673メートル、でこちらも上野桜木2丁目付近から604メートル、上野桜木1丁目付近から212メートル、
都道452号線谷中5丁目付近から356メートル、文京区千駄木5丁目付近から841メートル、篠ノ部通り都道437号線、台東区上野4丁目付近から350メートル、台東区池の畑2丁目付近から401メートル、すべてまあ5分弱ぐらいの混雑ではありますが、皆様心と時間に余裕を持ってお出かけください。はい、2分でも10分で渋滞になるんですねこれね。まあそうですね、この2分でも1人がね5秒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 さ、どんどん倍でね、電車と一緒ですね、混雑はしていきますから、ね、はい、はい、最後に各種鉄道の運行情報もお伝えいたします。はい、京浜東北根岸線運転状況ちょっとね遅れてるんですね、遅れてますね。湘南新宿ライン、東海道本線、横須賀線、まあ、列車遅延して運転再開してたりとかね、あの運転状況確認してくださいというあの注意喚起がなされてますが、運転見合わせしているのがね今中央線の快速、東京から高尾行き、そして中央総武線確定ですね。こちら今列車見合わせということで、いろいろねやっぱり人身事故とかね、やっぱり立ち入りとかあるんですかね、結構遅れてますので、はい、あのこちらの方もしっかりとお調べいただいて、余裕を持ってお出かけいただけるといいかなと。ちょっと今日は遅延してる電車が多いですね。多いですね、ちょっと全部ほぼ全部ですかね、うん、運転再開してるのもね横須賀線はあったりするんで、はい、ちょっと本当にあのなんだろう、あの時間にこうね余裕がない方は特にあの調べて行っていただけるといいかなと思いますね。挟まれ注意ですよ、挟まれ注意で、はい、今日も挟まれてる人見ました。え、そう、挟まれ私落ちてる人を前見ました。落ちてる人、あのいます、前を歩いた女性が電車とホームの間に、間に太ももまでスポンって入ってはーってなって、あのそれちょっと怖いね、助け出されてましたけど、ね、いやーちょっとね、足元にも気をつけてもらって。そうです、ちょっと開いてるとこありますからね。そうですね、お気をつけください、はい、お気をつけください。続きまして台東区ニュースです。こちらがね、台東区より正式に許可をいただきまして、アズーリモーニングで台東区情報を発信することとなりました。新着情報を中心に気になるトピックを紹介したいと思います。はい、はじめこちら台東クリーンアップデーということで、はい、はい、1個目紹介させていただきます。台東区では自主的な清掃活動の普及啓発を図り、街の美化を促進するため、毎月10日を台東クリーンアップデーとし、街の清掃の実地を呼びかけています。みんなで台東区をきれいにしよう、みんなで街をクリーンアップしようということでね、毎月10日にこういうのをやってるということでね、はい、まあ、自分も初めて知りましたけど、これはすごくいい取り組みだと思います。いい取り組みだと思います、本当に。あの日本ってね、多分すごく綺麗な国だとは思うんですけどね、世界的に見ても、それでもやっぱりねちょっとゴミが落ちてたりとかしますけど、やっぱ結構渋谷とか、うん、なんか定期的にねクリーンアップやってますよね、うん、あの斉藤匠さんかな、うん、匠さんもなんかこう11月1日かなんか、そのハロウィンの後かな、はい、後にやってるっていう話を聞きましたね。うん、うん、自主的にね、なんかそういうこともね、今後余裕ができたら自分もやっていきたいなとは思ってるんですけどもね。結構やっぱなんだろう、ゴミ箱があることで、ゴミ箱の中に、うん、なんかちょっと危険物とか、なんていうんですか、設置されたらみたいなので、どんどんゴミ箱が撤去されちゃったじゃないですか。あ、そうですね。だけど、まあ、だからいいわけじゃないですけど、本当そのせいか、飲み終わった缶とか、うんうん、その辺に置いていく人がすごく多いんですよね。そうですね、まあ、そのコンビニでもね、なんか最近あのゴミ捨てる場所を制限されたりとかね、そうなんですよ、あるんで、なかなかね、うん、ゴミの後始末っていうのが難しいところかなとは思いますけれども、まあ、できる限り ね、こういう風にやっていただいて、皆さんの生活してる地域ですから、そうですね、綺麗にしていけたらと思います。はい、クリーンを意識してね、はい、今月はいけたらなと思います。はい、では2つ目ですね、はい、2つ目こちらピックアップしたのがこちらです。もう毎度おなじみ、毎度おなじみね、私の大好きな手塚理恵さんがやる、発信するものとしては、ものといえばね、みんなあの求めてるんじゃないかと思ってね。はい、これでございます。はい、ふるさと交流ショップ台東に山形県小国町が出店いたします。ふるさと交流ショップですね、私が毎月こうもう行っております、毎月、ね、ものでございます。これ毎月あるよね。毎月あります。毎月ありますね。はい、なぜ私が好きかということは覚えてますか？説明してください。
あえてね私があの旅行に行かなくても旅行に行った気分になれるから好きなんですね、こういうところは。こちらの取れたての新鮮生わらび、山形が誇り米沢牛、素朴な風合いの鶴細工ということでね、こちらお店にいただくともう購入することができます。で、ね、マイバッグはご持参いただいた方がいいと思いますが、鶴細工のバッグも売っておりますので、そちらを購入していただいた上でね、あのわらびを入れてそして最後に米沢牛をね、米沢牛はあの火を通してからお召し上がりください。火を通してからね。で持って帰るときはじゃあ一緒に入れて、ちゃんとあの、ね、保冷剤も多分用意していただけると思うので、あでもやっぱ時期的にやっぱり保冷バッグはあった方がいいと思いますね。あ、まあ確かにそうですね。ぜひぜひ痛みやすいんでね、足をお運びくださいませ。はい、あのこの先々のね出店スケジュールも見ることはできますので、ぜひぜひ、じゃあ今度行きましょう。ふるさとコーヒーショップ、ね、あの紹介できたらいいなと思います。コーヒーショップでも行ったことあるんですか、実際。あの正直ふるさと交流ショップはございません、うん、ございません。こんだけ発信しててちょっと本当にね、行ってお聞きしたいところですよね。あのアンテナショップはすごく行くんですよ。はいはい、あの私は今のところ今ちょっとお気に入りは広島なんで。あ、広島なんだ。広島のアンテナショップ、沖縄のアンテナショップはよく行きますへえ、いたらあのよかったら声かけないでくださいいたよかけてくださいじゃなくていたよっていうのを後からあの言っていただけると。一応プライベートということで、こちらはじゃあ、そうです、行くときはね、はい、ビジネスではありません。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。はい、続きましてですね、あの局からのお知らせということで、こちらまたリエさんからお願いします。はい、局からの、あ、はい、こちらですね、アズーリ FM グループ代表の高橋秀樹が還暦を今年迎えます。以下は、高橋代表小町局長からのメッセージを代弁いたします。アズーリ FM 創設者高橋秀樹還暦パーティーを開催します。皆様突然のご連絡失礼いたします。日本一尖った放送局アズリー FM グループの創始者であり、日本一尖った男代表の高橋が本年還暦を迎えます。高橋が一生懸命生きてきた60年を祝う一世一代の大パーティーをなんと明治記念会館で行いますので、一緒に思い出を作りましょう。パーティーではスペシャルライブが、土屋香織さん率いる往年のアイドル軍団、田中美奈子さん、西村智美さん、大西由香さん、他にも大物超有名シークレットゲスト出演予定です。さらには総合司会である 大友隆二さんのモノマネショーや、あの有名人のスピーチやビデオメッセージなどなど、普通のイベントとしても超豪華なパーティーです。高橋秀樹が大好きな方も、ちょっと気に入らないけどまあまあ好きな方も、かなり嫌いな方も、またまた高橋秀樹は知らんけど会ってみたい方も、ゲストライブが見たい方も、なんかわからんけど楽しそうって思う方も、皆様さまざまなお立ち位置ではございますが、どうぞ一生に一度のことですから、ぜひとも皆様会員制ではございますが、ぜひご参加ください。日時の方がこちら6月16日日曜日ですね、午前11時から午後14時半の予定で、会場の方は明治記念館、東京港区元赤坂 2-2-23蓬莱の間で行います。最寄りの方がね、 JR 中央総武線信濃町駅、下車徒歩3分ということでね、結構近いですのでね、お越しいただければと思います。受付開始の方が、午前11時、宴の方がね、11時半から14時半となっております。詳細の方はビュッフェ式、飲み放題、お土産付きということで、事前予約振込制の会員制となっております。店員が先着300名様限定で、価格の方2万5000円でございます。こちら税込みですね。そんな明治記念会館の簡単な入館案内動画がありますので、ぜひご覧ください。どうぞ。
めちゃめちゃ素敵ですね。素敵な、あんな絨毯の上を歩いていいのかしら。階段もちょっとねこうおしゃれな、ね、すごい素敵だった、ね、青い感じでね。ぜひ6月16日もうすぐですね。もうすぐです。皆様ぜひ足をお運びください。はい、お願いします。お願いします。そしてアズーリプロレス祭りファンの皆様お待たせいたしました。はい、来ました。はい、日本一尖ったプロレス祭り鳥越アズーリ FM 開局3周年記念大会アズーリプロレス祭り2023公式 DVD が12月1日よりベースにて販売開始です。プロレス祭りグッズも数量限定で販売していますのでぜひチェックしてみてください。はい、これですね、アズーリプロレス祭りの公式 DVD で3500円で販売中でございます。ここでアズーリモーニングをご覧の方だけに DVD の特典映像として収録されている試合終了後の選手インタビューの一部を特別にお見せいたします。どうぞ。それではお二方来ていただきました、鳥越アズーリプロレス祭りで試合を終えて感想いかがでしょうか。いやー、鳥越アズーリやるね。こういうカード普通読めないから。なのでアズーリに、あっぱれですね。間違いなくもう本当にサリと組めて本当安心できる選手になりました。嬉しい。ありがとうございます。私も本当ジャガーさんとタッグ組ませていただく機会ってなかなかやっぱないので本当にこんな機会いただけて感謝でいっぱいです。本当ありがとうございました。お祝いの大会に花を添えるいいファイト。いやいやいや、もうこちらこそですよね。朝日さんもよく頑張ってましたよ。どこ行っちゃった。バイト行っちゃった。ありがとう。みんな今日は応援してくれてありがとう。もう朝日さんもこの調子ですよ。はい、いや頑張りましたね、本当に。いやでもね、鳥越アズーリ FM さん開局30年、しかも4周年がもう決まってるということでね。もう来年の10月に、はい、キリングフェイスに帰ってくるということで、皆さんまたね、はい、今日楽しかったっていう方もう DVD 買ってくれて見て、わこれ会場でも見たいなっていう方はぜひ来年の10月またここ新宿フェイスにあります。購入しなきゃ見れない特典映像を見せちゃいました。なんかいいですね、生な感じがね。いいですね。そう、インタビュー内容がいい感じです。そしてね、今月からアズーリプロレス公式で確定選手の発表もしてますのでこちらもお見逃しなく。そして今年のプロレス祭りの開催が決定しています。こちらですね、鳥越アズーリFM開局4周年記念大会アズーリプロレス2024年10月27日の日曜日、新宿フェイスにて開催が決定しております。11時30分にゴングが鳴ります。チケット発売や今後の情報はアズーリプロレス祭り公式 X をチェックしてみてください。今年のプロレス祭りもご期待ください。以上、局からのお知らせでした。それではここで鳥越アズーリ FM に協賛またスポンサーいただいているお店をご紹介させていただきます。はい、はじめにカフェオアバー木こり蔵前さんですね。はい、こちらちょっと更新されてますね。美味しそう、幻のチキンバーベキューだってすごい、一串500円。あ、いいね、焼酎一粒の麦、いいですね。そっちに目がいく。焼酎、そうですね。なんかこのバッグが暗い感じのこのね、一粒のいい感じなんかすごい高級感あって ね桜の季節はねちょっと終わってしまいましたけれども、でこういうおしゃれなあのバーになっておりますのでぜひねご来店いただけると嬉しいです、ね、僕たちもまたねちょっと下見にね行けるといいなって思ってますね。はい、蔵前駅近くにある昼間はカフェ、夜はバーとして営業されている木こり蔵前さん、お昼はランチも提供されているそうです。ぜひお立ち寄りください。はい、続きまして、はい、恒例のベニヤさんですね。はい、こちら赤ちょうちんがねちょっとこう象徴のね居酒屋となっております。お昼もやってますよね。美味しかった。そう、お昼僕たちね行かせていただいて他のスタッフさんも行って一緒にね、結構量もあってね、おかわり自由、よかったよね。お味噌汁も大丈夫だったよね。味噌汁も、味噌汁とご飯がおかわりできて、自分ご飯3杯ぐらい食べた覚えがある3杯食べて味噌汁もねおかわりしてっていうね、ほんと贅沢な感じでね。で1000円もいかなかったですよね、確かね。そうですね、すごいお安かったです。はい、安かったのでぜひねお昼の方も行ってみてください。
電話番号の方が 03-6806-0721、 住所が東京都台東区台東2-19-9、都営地下鉄大江戸線新御徒町駅から徒歩6分でございます。ぜひぜひお立ち寄りください。はい、はい、そして最後にこちらもこれですね、株式会社ブレスさん、はい、ビルマンション共用部を元とした電気工事会社となっております。 BS アンテナの設置、新規設置交換や LED 照明の新規設置交換など基本的な電気工事はすべて対応可能となっております。漏電駆けつけ、急な停電の仮設工事も行っております。急な駆けつけがねできる会社ってやっぱ貴重ですね。そうですよ、24時間ですから、はい、24時間、インターホン工事や BS アンテナ工事も対応可能です。実はね、鳥越あずり FM の電気工事はすべてこの株式会社ブレスさんに工事をお願いしてまして開局をしております。わあ、びっくりびっくりご相談お気軽にブレスさんにお電話してください。電話番号の方こちら右下ですね、 03-5829-4978、 03-5829-4978、 ファックス番号が、一番最後の桁が9となってますね。はい、お間違いなくお電話ください。以上、株式会社ブレスさんのご紹介でした。続きまして CM 作成のお知らせです。アズーリモーニングで CM を作成して PR してみませんか。こちらが制作費2万円、毎月 PR 料金5000円です。これは安いと思いますよ。今ね、月5000円で新聞折り込みもチラシもできないですし、ホットペッパーも3万円以上毎月かかると聞いています。こちらですね、 CM を制作してアズリモーニングで PR しましょう。 CM 作成のお問い合わせは info@azuri.com、 info@azuri.com です。毎週水曜金曜、第1第3火曜日、鳥越あずり FM あずもりにて絶賛放送いたします。少しでも興味を持った方はぜひぜひお問い合わせお待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、ホットペッパーもね、毎月3万以上かかるということで安いですね。そうです、それから比べたらお安いです。さあ、僕たちはしかも動画ですからね。はい、いつやるんですかね。でも僕たちは今でしょう。今でしょう古い古いも新しいもあります。私最近友達とやってるんですけど、うん、言葉の SDGs をやっております。 SDGs ね、 SDGs、はい、言葉の SDGs をやろうっていう取り組みをしておりまして、はい、ついこの間はチョベリバって言ってましたちょ、何年前に踊ったんあと激おこプンプン丸だよって言って言ってました。ひたすら使っていくっていうね。あとラッキースケベも使ってますいつそれちょっと覚えてない言葉の SDGs 週間なんで、週間とかも月間です、ね、今。あ、月間ですか。今月だけ。いや、もう年間です。あ、年間ですか。SDGs 年間なんで。年間彼女は SDGs。そうです、また私とそういう取り組みをしております。はい。はい。わかりました。じゃあ、そんなの関係ねえですよ。どんどん出てくる。ちょっと困っちゃうな。はい。それでは、はい。時間もね、今回すごい。もうほぼバッチシじゃない？そうなのかしら。バッチシでございます。はい。いつもね、僕たち押したりね、引いた。引くことはないか押すか、はい、大体押しますね。毎日楽しんでますから。まあね、今回ね、結構サクサクいって、はい、いい感じで来まして、私からねちょっと PR をさせていただけたらなと思っております。はい、まずは X の方ですね。こちら毎日投稿させていただいてます。この前6月10日ね、赤羽のレニアルファというところでライブがありまして、うん、無事大きい会場でスモークも炊けるような会場なんですけど、そこも終わりまして、めちゃくちゃフォロワー増えてない？すごいね。そう、800超えたね、うん、とうとう。ちょっとね、最近頑張ってるから、みんなフォローしてくれるようになってるのかな、うん、線も目前になってきて、ぜひぜひお願いします。皆さんフォローのほどで、そんで明日ですね、千倉さん横浜です。これ横浜で、ここも大きいんですよ。大きくてちょっとこう見渡せるような感じになってるんですけど、そこでライブがあります。そして昨日投稿させていただいたのは、この春風香る第1話ということで、これがいつも
ね、前もう恒例ですけどね、本当に言わせていただいてます、あのスターラーというね、あの自主制作ドラマの方で新作が公開されております。これ YouTube の方にね載っけてるんですけれども、 YouTube の方ちょっと今あのお見せしようかなと思うんですけれども、はい、YouTube のねこの春風薫っていう予告がありますので、予告だったらねちょっと短いかなと思って流そうっていう気持ちで今いまして、流せたらなと思ってるんですけれども、いつ私に出演が来るのか待ってるんですけどね。あれあなた、ま、とりあえず出たんですよね、もうとりあえずね、あのね今はね編集してるんですよ。いつ私は出演させていただけるんですかね。あ、ねお待ちしております。おいおいゆくゆく近々。あ、まあまあこれの相談もありますからね。あ、出ましたね、さすがです、はい、はい、ということで YouTube の準備ができましたので、予告を、はい、予告を流させていただきたいと思います。これね結構自信作です今回、はい、まあ、毎回自信作であるんですけど、死ぬ勇気なんてない、ただシャボン玉みたいにパッと消えちゃったらいいのになって思うだけ。はい、という感じです。いいですね。はい、これねちょっとね、まあまあエモい、うん、エモくて、そしてまあ、ラストがちょっと感動的なねシーンになってるかなと、うん、泣きの演技めちゃくちゃ入れてますので今回。泣いちゃった。泣いちゃった。頑張ったねー。いやもうね1年前の、うん、あの金魚が恋した彼っていう金魚をモチーフにしたドラマでは、うん、目薬めっちゃ使ったんだけど、うん、今回ね目薬なしでねちゃんと泣けた。当たり前ですよ。なんですか目薬って。いや目薬ねなかったら泣けなかったんですよ本当に1年前は。いやー少しねなんか感慨深かったというか、うん、泣ける？当たり前じゃん。え、もう泣けって言ったら泣ける？待って、むしろ逆に泣けないの？泣けなかった。でも最近泣ける、最近泣ける。びっくりだわ。最近泣ける。でなんかその泣ける、うん、あのきっかけのドラマがあったんだけど、うん、あのこのもうクールも一個前になるんだけど、君が心をくれたからっていうドラマが、うん、もう俺めちゃくちゃ本当に感動しちゃって、うん、もうあの五感をこうどんどん失っていく物語なんだけど、うん、主人公が あったね。そう、あれがね本当にね、あの俺もう本当に涙腺崩壊しちゃって。好きな人のために失えるかってことですよ。そう、本当に、うん、ね、題名もしっかりね最後ね回収して素敵なドラマだったんですけど、うん、それを本当前は泣いて、あ、そのこのなんか泣きの今の感情を持っていったら泣けるんじゃないかなと思って、うん、そんで BGM を、うん、あのメッセージのところに入れて、俺あのメッセージじゃない、録音メッセージみたいなのあるじゃないですか、うん、あの iPhone の機能で、うん、あれで毎回聞けるようにして、それであの望むと泣けるんですよ。でも音楽って大事ですよ。私もあのやっぱり、まあ、多少なりとも泣く練習っていうのをしたんですけど、うんうん、ちなみに私は瞳を閉じてを聞いて泣いてました。ああ、なるほど。あ、でも音楽じゃん、やっぱり瞳を閉じてで、うんうんうん、わーって泣いてました。それやっぱ見てから泣くの？そしたら。いや、見てからはもう泣かないですけど、泣きの練習をしてた時とかはそうでしたし、コロナ禍で家に閉じこもった時も、うん、何しようと思った時、私何秒で泣けるんだろうと思って、うん、何も使わずになんかちょっとタイムアタックしたら30秒で泣きました。うおー、すごい。でもそれでも30秒かかってるんですか。あ、やっぱね、うん、だから自分のタイミングで泣けないじゃん、うん、その現場だったら、現場もう始まるから、まあ、でもさ、ドラマとかだとさ話の流れがあった上で泣くから泣きやすいと思う。何もない状態で泣けって言われたらちょっとねって思うけど、うん、うん、まあだからその望む前に BGM 聞くとめっちゃその心がその時のあのシーンに蘇ってて、自分が、うん、でそれで泣けたんですよね。だから結構音楽重要、本当に。これまた難しいとこで、こういうのって、うん、じゃあ別角度からって結構何回も同じシーン撮ったりするじゃないですか。あの、ね、悲しみ慣れしちゃうんですよ ね。 あ、なるほどね。初回ブワー泣けたのに、だん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 その話に対しての悲しいが自分の中で消化できちゃって、うん、だんだん回数を重ねるほどちょっと涙がうっすらになってくるというか、ありません、ね、いやでも、この前そうだった。やっぱそうだね。やっぱ最初がすごい、毎回最初すごくて、初めての気持ちでやらなきゃいけないんだけど、うん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 、どうしてもやっぱり悲しみ慣れしてきちゃうからね。だからもう一発でね決めれるように
俺はしようって思って、うんうん、あの臨んだんですけど、いや本当ね、でもね、いいラストになってるんで、あの最後までお見逃しなく、ぜひ。全何回ぐらい？全ね、これはね、一応4話を予定してます。うん、1話何分ぐらいで？1話今ね、3、4分ぐらい。あ、じゃあ見やすいですね、ショートドラマだから。あ、まあショートなんですけど、まあでもね、その間とかはやっぱ大事にしてて、はい、まあ結構ゆったり流れて本当にエモい感じになってるんで、はい、あのぜひ最後までね、あの途中で止めず最後まで見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、今週末第2話放送ですので、はい、はい、よろしくお願いします。まあこれがアーカイブで出てる時は2週間後だから、4話かな、4話が出る前になってますね。はい、ぜひぜひあの YouTube 確認してください。お願いします。お願いします。そしてこのスターラの YouTube の方、Instagram もございますので、 Instagram もチェックしてもらえるとありがたいなと思います。こちらの方もしっかりとあの動かしてますので、はい、で自分の方もね、あの個人で Instagram やってて、こちらですね、あのフォロワーもね1700超えて、ちょっとね、あのインスタグラムも頑張っていきたいというところで、今ちょうどあのライブ配信してるんで、うん、ライブ動画として流れておりますけれども、わかる、はい、ほんといつも言ってるけど、どれが一番いいんだかね、まあいろいろやってみるのがいいですね。うん、なんかね、やっぱね、特徴があるよね、それぞれね、 X もインスタグラムも TikTok も YouTube もね。でも今ユーザーが一番多いのがインスタグラムか、インスタグラムって言われてるから、うん、インスタグラムをやりつつ X でしっかりとアイドル配信もできたらなと思ってやっております。いやほんとね、今ここ最近はあのアイドルも俳優もすごく興味があって、どっちも頑張ろうと思ってね、インスタグラムの方はあの再現動画久々に上げてますので、今ドラマ366日と、うん、ブルーモーメントを見てるんで、うんうん、366日はもう最近投稿しました。投稿して、はい、ありがたくも100いいねいただいてありがとうございます、うん、でお楽しみにしていただきたいのはブルーモーメントももう撮っております。撮っておりますので、来週水曜日かな、来週だから6月、あ本日か12日だ、うん、来週じゃないわ、12日ん違う、6月19日、ごめんなさい、来週です、19日の水曜日に上がる予定ですので、あのそちらの方も確認してもらえるとありがたいです。よろしくお願いします。で先ほど申し上げたように、TikTok も、個人もそしてスターラの方もやっておりますので、そちらもぜひ、リンクの方を飛んでいただけるとありがたいなと思います。はい、次回の大きいライブっていつなの？次回の大きいライブは、明日です。明日13日。明日の大きいライブ、はい、センクラ。あ、センクラです。そうなのね、なんだ横浜。私本当はね10日行くつもりだったのに、ちょっと行けなくなってしまって。あれ本当にあの10日の大きいやつ、10日行く予定だったんですよ。10日連絡くれてたよね、行くって、ね、そうそう、行くって、行くということで、私本当にあのこれ本当に私準備してたんですよ。あら、本当に準備してたのに。行く行く詐欺から半年経ってますよ。半年も経ってる。半年ぐらい経ってる。2ヶ月でしょ。いやでもね、年明けから言ってたと思う俺。私本当にこれマジで10日行こうと思ってたんですよ。うん、いやでもね、ちょっとその思いは伝わってた。で私がちょっと体調を崩してしまって、こんなあの人も集まる場所ですし、うんうん、こんな体調で行くのは申し訳ない。でも準備万端で行きたいってね。そうです。LINE でも熱いメッセージくれましたよ。私のねこの思いを伝えたいと思って、私はね本当にねガチでなんか最近そういうの多いよね。ガチで10日これ準備してたんです。え、マジですか。すげえ。マジで私ね、ちょっと待って、めっちゃびっくりした今。これをねもうマジで見せたくて。ガチなんだ。10日の日にちゃんとこのオレンジですよ。オレンジを。本当だ。手作りですからね、これ言っときますけど。いや、すごい。そして見てください。すごい、ちょっと感動した。私これ手作りです。りょうすけ。お、本当だ。大好きな星を入れてるという。いや、すごい。ちょっとオレンジで。すごい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 。これね、私ハサミで全部切ったんですよ。うわ、めっちゃ嬉しいこれ。これをちゃんと準備してたのに、私あの準備はしたのに私の体調を準備できずだったんです。いや待って、めっちゃ嬉しいこれ。これ私の思い伝わったでしょ。いやマジで私伝わった。これを持って10日に行く気満々だったんですよ。すごい。なのにその日にやばい、声出ない、どうしようってなって泣く泣く断念したので。いやちょっと嬉しい。ちょっとこれどうぞ、あのこれはファンの方にどうぞ。ファンの方、俺が落とすの？ファンの方1名に、あの欲しい方がいたらあの DM ください。抽選で1名様に。いやまず振ってよ。
私が まず塗らないと。ここに私涼介くんのサインを入れてもらうつもりなんですけど。ああなるほどね。で先着、抽選で1名のファンの方にこれ私は欲しいですか。あでもちょっとよからぬこと考えてるでしょ今。欲しいですか。これをちょっと欲しいですか。ちょっと待ってよからぬこと考えてますよねこれね。何ですか。いや絶対これ出そうとしてるでしょ。あれでしょ、ネット販売しようとしてるでしょ。これ好評であれば。でもこれ私本当に頑張ったんですよ。ちょっとファンの方に見せてあげて。でも本当嬉しいこれ。これちょ後ろ別に投げ中したいも何でもいいんですけど。こっちいやでもめっちゃ素敵これ本当に。ちゃんと私ちゃんとほら頑張ったんだよ。これさすごい。でもこういうのいないからさ目立つよ。でもいない。うちは持ってる人いないの。うちは持ってる人いない。みんなペンライト持ってる。いやでもめちゃくちゃ嬉しいこれ。ちょっと私本当に本当に俺なんかガチでこれ持って行こうとしてたの。行く行く詐欺でどれぐらい積もるかなと思ってたんだけど、これ持ってって、まあ、凌介くんがいるとこではこっちだーってやって、私好みのイケメンがいたらこっちにしようと思ったんです。なので後ろには凌介を入れないように作ったんですけど。ちょ入れて渡します。これ入れて渡します。これダメです。オールマイティに使えるというね。これ私でもいやもうそれはぜひちょっとね、ぜひぜひこれはね見せないといけないと思ったの。うわ次回のライブで 初出しするか。でも私がこの10日に行こうとしてたこの熱い思いを伝えるにはこれ今日持ってくるしかないと思って。めちゃくちゃ熱いわ。ちなみに今日忘れ物をして取りに帰ったって言ったのこれです。そうだったの。家を出てあ忘れたと思ってこれ取りに帰りました。いや熱すぎ、思い熱すぎ。私本当にマジでこれ持っていこうと思ったのに。でもいやちょっと感動したわ。本当に感動しちゃった。ちょっと頑張ったでしょ。これハサミで切ったからね。いやりょうすけって。いやめっちゃねかっこいいよね。しかもハサミで切って余ったから星作りました。余ったからは余計。余ったから余計でも星嬉しい。これもう貼っちゃったら剥がせなくて、うん、やばいここ隙間空いてる、あ星つけとけみたいな。あ嘘嘘嘘、そういうつもりで。ちょっとバランスを考えて。いやちょっと待って、心の声も出てて最高。いや本当ありがとうございます。本当に嬉しい。いやめっちゃ可愛い。本当に可愛い。思いのほか可愛いと思ったんだけど、この字面が。いやすごいね。えこのうちわはもともと何、オレンジので売ってあったのを、このオレンジのに黒い紙を貼って、うん、あそういうことか。オレンジが目立つようにしました。いやすごい。でもオレンジってわかるもんね。じゃちゃんとオレンジ、うん、投げ中してさ裏返したとしてもさオレンジ色だって思って、私の推しの紫が来たらこっちにします。むしろここ周りを隠してもこれ。ダメダメダメ、隠さないで。オレンジを全然。でここだけさ紫にしたいんじゃない。この紫にしたかったんだけど。いやこの周りも、うん、そうね。そうね、まあ、紫は俺泣くから。俺こうやってやるわ。ライブ会場中やる。うん、これじゃ投げ中してくれる？いやしない。俺もこうやってる。で、紫の警護がってやってるよ。多分。オッケー。でもこれ可愛くない？いやマジで可愛いと思って。これ素敵めっちゃ。これファンの方にプレゼントします。待って待って、俺があれするの？あ、ダメ？いやだってあれじゃない？いやここに来て振りたいでしょ？じゃあ私がもう散々振りまくった後にプレゼントします。いやじゃあ来てやっぱ振ってもらわないと。ここにじゃサイン入れてくれる？うん、サイン入れるよ。そしたら後で入れて。後で入れて、そしたら。あれかな？あとファンの方1名にプレゼントします。使ってください。じゃとりあえずフロー、はい、来てね。来てフロー、お願いします、うん、でももうトークありがとうございます。本当そこまで思っていただいてありがたい限りです。はい、そんな素晴らしいリエさんから。はい、で私もね普段女優業をしておりますので、TikTok と X はやっております。で TikTok こちらはねもうほとんどもう今動画ちょっと上げれてないんですけれども、一応アカウントとしては残っておりますので、もしご興味があれば過去の動画はいつでも見れますのでぜひぜひご覧ください。私もこれ1分もないぐらいの動画がねいっぱいブワーっと上がっておりますの で結構マスクのやつがすごい好評ですごく回ってます。なんか満開回ればバズったって言っていいの。でこの間どのくらいでバズったって言えるんだろうって話になって、満開なのかなって言ったら結構満開回ってるのもあるので、うんうんうん、ぜひぜひ見ていただければと思います。でそして私があと今 X ですね、こちらの方がメインでやっておりまして、まあ普段の何気ない日常ですね、あったことが喋っております。でそうですね、で私がこの間まあ撮影をしてきたので、まあ、そちらもまた情報解禁になったら上げていきます。 CM 何本かやっておりますのでね、またちょっと1個うぬぼれていい、うん、6月とか寝れないって書いてるけどこれライブが楽しみすぎてですかこれ。
違うんです、あの 体調が悪すぎて寝れなかったんだけどあのライブが楽しみすぎて寝れなかったんです。この日私あの1時間しか寝れなかったんです。うわやばいね、ちょっとあの鼻は体調悪かったんで、喉が痛くて鼻が詰まって息できなくて、ちょっと息できない、あのなんか詰まっちゃって鼻がで、口で息吸うと喉痛いし鼻で息吸いたくても鼻詰まっちゃってて、もうマジでちょっと救急車呼ぶかどうかぐらいに私は苦しんでました。これえこれじゃあ夜中ってことは寝れないって言ってるの、3時ぐらいですかね、4年は。うわでもそうなんだ、5時には起きなきゃいけなかったんで、うんうんうん、ちょっとこれちょっと辛かったです。本当だ、午前2時56分多分そんな、あ、時間出てるの、うん、あの寝れないの下に午前2時56分って、あ、本当だ、多分そうですね、それぐらいで。あ、そうだったんだ。そんなこともありつつ、うん、でも良かったです ね、今声出てて。そうですね、ちょっと鼻声かもしれないですけど、ね、でも出てる出てる、まあこれをでもあと、まあちなみにあのはこの前にこれをちょっと作ってました。いやー、ね、そうそう、あのこれ撮影が終わった後に作ってました。あ、そうなんだ。そうなんです、そうなんです。これあのでチョコレートの串カツがあったりとかして、美味しそう。チョコレートの串カツ、まあまあ、悪くはないけど一回食べて、まあ、あ、そうで私映画の告白見てきたんです。映画の告白、映画告白コンフェッションってやつがあるんですけど、それがすごく見てみたくて行ってきたんですけど、うん、もうちょっと私はめっちゃくちゃ怖かったです。あのヒュエッつってました映画館で。何怖かったっていうのはホラーってこと？あのなんだろう、私はの勝手な想像で、うん、あのミステリーという流れみたいなちょっと不思議な話だと思ってたんですよ。ああなるほどね。そしたら、まあ、これは私のあくまで個人的な感想ですよ。13日の金曜日とエクソシストとバトルロワイヤルを足して割ったような映画でした。あーちょっと待って、分かんないやつがあるから、ついこの間バトルワーを思い浮かべられなかった。私はアマプラで見たんですけど、うん、13日の金曜日とバトルロワイヤルとエクソシストを足して割ったような、へー、マジで怖かったですこれ。あのね、74分でちょっと短いんですよ。でこの日もね3時間睡眠で行ったんで寝ちゃうかなと思ったんですけど、うんうんうん、まあ74分なら乗り切れるんじゃないかと思って行って、生田斗真くん、そう、生田斗真さんですと韓国の役者さんです、ね、ああそうなんだ。本当に怖かったですこれ。目元だけ見るとさ林修さんかなと思った。マジで怖かったです。74分の映画か。でも面白かったですよ。面白かったけどちょっと映画館では私は大画面で見るのは本当に怖くて、うんうんうん、もう無理無理ってなってました。へ、一人で見に行ったんで、うん、誰かいてくれればね、そりゃキャーとかやるんですけど、そのうちは抱いていきなさい、じゃあ。はい、あげる。いや、なんでやねん。まあ、そんなこともあったりで、あのまだちょっとなんだろう、公にはできないんですが、ちょっと私がまた別のところで配信をする予定がありまして、それがちょっと配信オーディションなんですね。で昨日ちょっと話をして、一応書類は通過して参加させていただくことになったので、またそちらの情報もおいおい X で公開していきますので、応援してくださると嬉しいです。よろしくお願いいたします。で CM も何本か撮ったのとかも公開したら、情報解禁したら発表しますので、そちらもぜひお楽しみください。TikTok X フォローしてくださると嬉しいです。で私もそろそろね、インスタもやろうかな、いい加減ね、インライン、あ、そうだね、インライやろうかな、インライね、うん、インライ楽しいよ。ぜひぜひあの私と涼介くんをフォローしてくださいませ。はい、よろしくお願いします。さあ今日もあっという間に過ぎ去ってしまいました。見てこの持ち方、何この持ち方、後ろのアズパンちゃんと、アズパンちゃん、あそういうことね、あのこれ僕たちがずっとわからないって言ってたこの、もしあのファンの方で欲しい方いたら DM ください、お作りしますので。 DM はリエさんの方に、涼介くんで、涼介くんでいいんですか。あ、でも先着1名ですよ。まあまあどうしてもって言えば私また作りますけれど。殺到したらどうする、依頼が。そしたらちょっとあの量産するので。量産する量だけいいね。そうですよ。なるほどね。いや、ありがとうございます。本当にあっという間、また次回も来月、いや本当ね、第2水曜日に同じ時間に、多分また懐かしいって言ってるんだろうな、ね、この空間を。第2水曜日にぜひぜひお会いしましょう。そしてアーカイブも2週間後には公開されますので、はい、そちらも見て何度でも楽しんでください。はい、お願いいたします。朝から賑やかしで、いやー本当にね、朝からあのうるさいところもありましたけれども、聞いていただいてありがとうございます。お付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします、はい。
今日も元気にいってらっしゃいまし。いってらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとう。